ウエスト。じゃあ今日はですね、あれどうしたんですか。ウエスト家にですね、那須さん来てもらいました。ありがとうございます。久しぶり。久しぶりです。昨日ね、札幌の試合見に来て、そう見に行って、仕事も絡めて来てくれたんで、うん、ちょっと僕ん家で対談企画撮らせてくださいということで、うん、いい家だいいっすよね、うん、ということで対談企画撮らせてもらいます、うん、お願いします。お願いします。初タイトルを一緒に、うん、確かにね、ヴィッセルで撮って、うん、天皇杯、その時の雰囲気とか、うん、在籍選手の感じだったり、はいはい、裏話とか、うん、まあ、結構すごい選手いたじゃないですか。いたね、はい、練習の雰囲気とか違いました。でも監督によってやっぱ雰囲気の作り方が結構変わったじゃん、はい、そうですね、はい、うん、監督めちゃくちゃ変わりました、ね、めちゃくちゃ変わっためちゃくちゃ変わった、2年間で何人、タカさん、その後誰だ、僕、那須さん僕より前にいたじゃないですか、うん、僕の2年間ではリージョ、ああそうね、タカさんでリージョで、フィンク、フィンクで、そうか、まあでも3人か、でもう1人いなかったっけ、誰か忘れてる、マルクとか途中1試合やって、ああそうか、暫定でね、あと、うん、アツさんもやって、アツさんもやっぱりそうだよね、はい、まあ、結局5人とか、5人かすごいんですよ。ルーカスは最初からいて、うん、途中から加入してきたのが、途中からアンドレス、はい、で僕と一緒のタイミングでダビー、ダビーとか、じゃセルジもアンドレスと同じぐらいかな、ちょっと後か、僕と一緒かな、緒か、うん、ちょっと後かで、あ、捕まったね。はい、行こう行こう。カメラマンでした。バリおもろ。急がないと切られちゃう。これ面白いね。これおもろ。カメラマンが使うよ。僕がそこ止めてって言ったわけじゃないんで、相手が悪いです。じゃあ戻りましょうか。戻ります。すいません。で、まあ途中からまあセルジも加入して、はい、で、トーマスが来ました。フェルマーレン。フェルマーレンが来て、はい、まあしかも現役ベルギー代表だったしね。そうですね。そうだったっすね。うん。逆に俺は聞きたいんだけど、はい、いろんな外国籍選手やってきたと思うの。うん、で鹿島も豪華な、まあ、外国籍選手もいた時期もあっただろうし、そうでもないですよね、鹿島は。あ、そう、はい、でもいい選手いたよね、なんかそっから経由っていうか、まあ、レナトとかさ、はい、レナトいたっけ、一緒に。レナトいました。レナトって、あ、レナ、ごめん、レナトじゃない、誰だっけ、あの、カタール行った選手、カヨ。カヨ、はい、カヨ良かったっすね、はい、まあでもそうか、名前が元々合ってる選手はないか、あんまないっすね。いや、もうレベルが違いますね。でもその俺からの目線でももちろん言うけど、はい、誰がすごかった、そのいた選手の中で。いやー、大悟的には、まあ、僕がやっぱそのタイプ的にも一番すごいのは、うん、まあ、誰でも言うと思うんですけど、うん、アンドレス。アンドレスやっぱ使われる側だから、それは。いや、なんか本当にサッカー選手が目指すべき身体能力でもなく、うんうん、まあ実際あるんですけどね、うん、誰もがその努力でもないのか、でも本当に最高峰の、うん、サッカーだよね、はい、サッカーであそこまで行き詰めた人だよね、はい、運動能力とかそういうのじゃなくて、はい、サッカーの技術が、まあ、なんかなんて言うんだろうな、言葉で、脳、まあ、とかもそうなんですけど、そうだね、うん、必要な部分が全部多分突出してるから、うん、あれは日本人が目指すべき選手っすね、うんうん、あれ、大悟は神戸ではサイドバック両方、基本的に右ばっかでしたね、うん、で左に豪徳、はい、うん、そうだよね、はい、やっぱ352とかも結構ピンクでやってた、うんうん、いや俺的にはトーマス、うん、あのやっぱ印象的だったのがトーマス、まあ、身体能力が高いじゃない、はい、でもあのポジションの細かいところ、うん、めちゃくちゃミニゲームとかでやるから、びっくりして、ちょっとのラインアップ1個こうバックパスが入った時のポジション修正のこの細やかさ、うん、むちゃくちゃすんの、しかも常に首振ってずっと、でトーマスに聞いたら、やっぱ化け物を相手にしないといけないから、うん、それやんないと勝てないっつってて、うん、で1人で止められない選手もたくさんいるから、うん、それかつ周りをこう動かしてこう複数で守る戦術を引かないと、個で勝とうと思ったらまず無理だから、はい、でもその個人の中でもあの最大限というか、うん、ポジショニングとか予測とか、全部をこう最大限のパフォーマンスをして、やっと
こう戦えるみたいな、うん、あれ練習からちょっと俺結構そのいろんな高校とか大学とか行ってる時は、うん、そのセンターバックの選手とかによく言う、うん、名前も出す、あのレベルがこれやってて、それはすごいいい経験でした。僕そんなにね、うん、注目して見てなかったから、うん、だって今言われてる、アンドレスハゲてる、そうそうそう、あの感覚で、そっちばっか見てたから、ちょっと芸術家みたいなさ、いやまあまあ好みはそうですけど、うん、でも実際はやっぱそういうところが大事っていうかね、うん、一番真似できるというか、そうだね、はい、意識次第で、うん、でもまあ自然とこう意識してるんだろうけど。いやでもね、結構サボっちゃうじゃないですか。あ、まあ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 、まあ、でも俺もどっちかっていうとそっちタイプだったから、はい、だから多分よりこう見てたというか、うん、自分の大きい人強い人もたくさんいたから、はいはい、ポジショニング予測、うん、あとその周りの連携、うん、それでどうやってこう守備ライン、でも守備ラインもディフェンスラインだけじゃなくてミッドフィールダーのラインもうまくコントロールしながら、うん、その距離感をうまく一定に保ちながらその守備ラインを引いて、あと個人戦術でどうやって守るかっていうやってたから、うん、確かになんか守ってたな彼は。いやそうあと彼のすごいとこは、はい、遠藤航選手とか低弾道のサイドチェンジができるんだよ、はいはいはい、あれ結構ねできる選手少なくて、うん、結構その耐久時間が長いポーっていう、そうそう来てましたね僕に、うん、ねこのもうすっごい低い低弾道、はい、やっぱあれによって味方がすごく考える時間が与えられるっていうのと、はい、あとね永田充もそれできますよね。確かにみっちゃんそうだみっちゃんそれであのミシャ監督ミシャにあの愛されてたから、うん、しかもワンステップでそれできるから、はい、そんなにでも出てなかったですよね、怪我があって、あそれで俺が出たの、はいはい、あじゃあ怪我なかったらずっとレギュラー、あそう俺だからミツルのサブで取ってもらったな、センターバックですか、うんリベロ で彼はもうミシャからの評価も高かったし、じゃあ運んでこのサイドチェンジ、はい、であれ結構練習しないと外に流れちゃったり、そうですね、うん、するから、でもそれをミツルは運びながらワンステップでもできるし、すごいんですよ、すごい、もう彼はすごかったんだけど、はい、怪我して、うん、俺が出て、しかもその年ベストイレブンまで行けたから、そうだからそこでちょっとまあレギュラー争いみたいな感じだったけど、まあ出場機会は俺の方が多く出させてもらったけど、うん、僕新潟でやってるんで、うん、よくあれ受けてたんですよ、うんうん、はい、いやすごいよねだから、はい、それはね練習してもいいかもしれないですね、だからミシャのサッカーでは今ねそれ大事なんで、若い選手は結構練習してます。ああそうなんだ、はい、そう練習しないとあれできないね、うん、でも神戸の初タイトル嬉しかったっす、ね、いやめちゃくちゃ嬉しかった、はい、俺もあのシーズンもう最後引退どうしちゃったんだけど、はいはい、ビジャもね、うん、だけどもうちょっと 裏方役じゃないけど、うん、にも、ま、あの徹してたから、うん、だからなんかその出てる選手とか、まあ、やっぱ良くない時もあったじゃない、うん、9連敗したりとか、はい、だから9連敗ありましたね、ね、だからなんかこう出てる選手たち、あと出てない選手たちのモチベーションだったりとか、うん、なんかそっちを考えてたから、あとスタッフのこのつながりとか、うん、なんかもう本当裏方一緒に飯食いに行ってコミュニケーションを取って、でそうやっぱ彼らと選手たちは俺らは一緒だよみたいな、うん、やっぱそこもやっぱ含めてだからすごい大事な役割やってるじゃないですか、うん、だからたまにさミーティングとかもじゃあしようよってさ、はい、サブ選手があってさ、うん、なんか思ったり若い頃だったりしたりするじゃない、なんか自分がなんかでも今も年もそういう役立ち回りだと思ったし、うん、あと外国籍の選手たちと日本人選手のやっぱつながり、うん、そこで多分議論の中であんま出ないかもしれないけど、でもやっぱそういう共有するっていうことが俺は絶対大事で、うん、そこでわだかまりとか、例えばいい感情が起こんないパターンの方が多いんだけど、うん、それがよりこう大きく生まれた方が、うん、なんか衝突とかなんか形を変えるきっかけになるのよ、うん、そうだから俺はなんかその火種をつけたくて、うん、だからまあそういうなんか裏方に徹してのアクションをしようと思ってて、うん、っていうのがあの年だったから、なんかまあすごく、うん、嬉しかったな。嬉しいですね、うん、それで結果が出たっていうので、うん、リジャーと一緒に引退したっていうのもなんか、はい、自分の引退歴でちょっとこう見上げ話じゃないけど、いやきっぱりやめましたね彼もね、きっぱり、うんうん、まあでももう彼の美学じゃないけど引退の、うん、120% でできないともう俺はやめるって言ってたから、うん、いいうちにやめたいって言ってた、はい